RVZ-7 は、ソビエト連邦のリガ車両製作工場が開発した路面電車車両。多数の新技術を搭載した意欲的な車両として設計されたが、故障が頻発したことで短期間の運用に終わった。現、ラトビアのリガに本社を置いていたリガ車両、製作工場は、第二次世界大戦後初期から路面電車車両製造に着手し、 複数の試作者を経て1961年以降は RVZ-6 の大量生産を実施していた。だが、1970年代に入ると RVZ-6 の設計や電気機器は全時代的なものとなり、当時開発されていた様々な技術を搭載した新型路面電車が求められるようになっていた。 そこで、ロシアソビエト連邦社会主義共和国で採決された制裁計画のもと、リガ車両製作工場が1971年から開発に着手し、1974年に最初の試作車が完成したのが RVZ-7 である。ループ船が存在する路線での運行を前提としたボギー車で一両での運用のほか。 総括制御による二両編成での走行も可能な設計となっていた。流線形状のデザインを有した車体は、スケルトン構造を取り入れた全溶接式の構成で、側面倉下にはコルゲート加工が施されていた。車内の壁や屋根は温度を一定に保つため、断熱材を組み込んだラミネート加工のプラスチックで構成され、床面には滑り止め用のゴムが貼られていた。 窓は従来の車両よりも寸法が広く取られ、日中には自然光がより車内へ差し込むようにしていたほか、運転士の視界向上も図られた。車内には2列1列のクロスシートが設置され、右側面には2枚折土式の乗降扉が3箇所設置されていた。陶器には電気ヒーターによって車内の温度が一定に保たれた一方、冷房装置や 強制換気装置は搭載されておらず、通風は窓の開閉によって行われた。台車は、側張りや軸受けが、車輪の内側にある、インサイドフレーム式が用いられた。従来の RVZ-6 は、速度制御に抵抗器を用いた、抵抗制御方式を用いていたが、構造が簡素となる反面メンテナンスの手間や、エネルギーの消費量に難があった。そこで、 RVZ-7 は、モスクワ電力工学研究所が開発した、サイリスタや半導体を用いる、サイリスタ位相制御方式の制御装置が導入された。さらに、制動時に電力が回収可能な回生ブレーキも搭載したことで、消費エネルギー量の大幅な削減が図られた。これに伴い、運転台の構造も RVZ-6 から大幅に変化した。 終電装置にはシングルアーム式パンタグラフが用いられることになっていた。RVZ-7 のうち最初に製造された車両は1976年にソビート連邦国内の鉄道車両に向けて制定された形式番号に基づき71から217とも呼ばれていた。まず1973年から1974年に かけて最初の試作車2両が製造され、リガ車両製作工場内やモスクワでの試運転を経て1976年以降はゴーリキーのゴーリキー支電で営業運転に使用された。さらに同年には窓配置をはじめとした車体構造に一部変更を加えた4両の試作車も作られ、同じくゴーリキー支電に投入された。ところが試運転の開始当初から RVZ-7 は不具合が相次ぎ当初計画されていた総括制御についても先頭車両からの終電装置の一括操作ができない等多数の不具合が起きたことで中止を余儀なくされた。にもかかわらず改正ブレーキによる消費電力の削減効果が見込まれたこともあり、リガー車両製作工場は1977年から1978年に かけて10両の量産車を製造した。そのうち7両は合力石電に、3両は火山の路面電車である火山市電に導入されたが、後に合力石電向け車両のうち2両は火山市電に移籍した。双方とも河線の状態を考慮し終電装置はシングルアーム式パンタグラフではなくビューゲルを用いた。だが、営業運転開始後もの RVZ-7 の 不具合の頻発は収まらず、各種装置からの騒音や制御装置の故障、手電動機の発火などの事態が相次ぎ、平均故障間隔も同時期の車両と比べてはるかに短い 233km を記録していた。さらに、加減速度をはじめとした性能についても設計上の数値と比べをとっており、特に制動距離は従来の車両よりも長くなっていた。 その結果、ゴーリキー市電では1980年をもって、全車とも営業運転を離脱し、それ以降も予備部品をリガ車両製作工場から購入する形で、営業運転に使用し続けた火山市電からも1985年3月までに廃車された。そのうち全車で廃車になった車両のうち6両は、ノボシビルスクに譲渡されたが、こちらも短期間の使用に終わった。 不具合の頻発の結果短期間の使用に終わったことで RVZ-7 は欠陥を改善するべくリガ車両製作工場は1980年に運用を離脱した合理機医電向け車両のうち2両を用いカリーニンに設けられた実験線を用いた試験運転を実施したそして1982年以降 電気機器などの機構に変更を加えた71から267が製造され、一部車両は合理キー電やカリーニン支電の線路を用い、旅客営業も含めた試運転が行われたが、電気機器や制動装置の頻繁な故障などの欠陥が多数露呈する結果に終わった。だが、RSFSR の指示による生産計画に基づき、リガ車両製作工場は、 試験を続行し、最終的に RVZ-7 の開発計画が中止されたのはペレストロイカをはじめとする改革が実行に移された1985年となった。その後、未完成の車体の一部は小座式モノレールの開発計画用の試作車に転用されたが、こちらも実用化には至らないまま、ソビート連邦の崩壊を迎え、破棄されることとなった。 2020年現在、ゴーリキー市電で使用された一両が、ニジニノブゴロド路面電車博物館で生体保存されている。同年現在の車両番号は2604だが、製造当初は2911、1992年以降は2914に変更された経緯を持つ。また、トベリ市電の車庫にも71から267の、 車体一両分が残存していたが2019年の時点で撤去されたことが確認されている。ありがとうございます。